いよいよ明日リニューアルオープンするアミプラザ長崎本館、最大の目玉は1階、長崎最大級の食のフロアです。ステーキにサラダ、唐揚げなど和洋中のバラエティ豊かな惣菜や、全国海外の食品を扱う食料雑貨店など、1階には九州長崎初出店の20店舗を含む28店舗がリニューアルオープンします。こちらは長崎初出店となる韓国惣菜のカンナムデリ。人気商品のキンパは具材たっぷり、ご飯少なめでヘルシーな一品です。こちらの色鮮やかなお弁当、実は肉、乳製品、卵など動物性の食材を一切使っていません。野菜や玄米を中心としたマクロビオティックデリは健康や美容を考える人にぴったり。大豆ミートやクルマフを肉代わりに使っていて満足感も得られます。こちらは全国でも11店舗目となるティーに特化したスターバックスティー&カフェ。従来のスタバより明るい店内で上質な茶葉にこだわったティーおよそ20種類を楽しめます。フルーツの甘みと、それからハーブティーの爽やかさもあって、もさっぱりしたいときに飲むのにぴったりの商品だと思います。アミプラザ長崎本館ではこのほか、ファッションを中心とした8店舗もオープンし、この春合わせて36店舗がリニューアルします。リニューアルオープンは明日午前10時です。